タートーク出られなかった。ちょっと体調があまりにも良くなくてごめんなさい。今日来てくれてありがとうございます。少し治ったけど、本当にごめん。しかも公演中も多分すごい険しい顔してたと思う。もしかしたら楽しかったんだけど、しかもアイコジって調べたらなんか悲しいツイートを見つけてしまって、まあそりゃそうだなって思いながら、でも今日体調が本当に良くなくて途中で何回か吐きようか迷ったんですけど、でもさあのスタジオ公演ってさあの休憩がないからさ、あのちょっとストップっていうのがさあのできなくて、そうだからちょっとねあのせめて公演はちゃんと最後まで、最初に出たからには最後まで頑張ろうと思って頑張ったんだけど、ちょっとアフタートークでもう結構我慢ができなくて途中で吐けてしまいました。そう頑張った。あと歌うますぎてびっくりした。ありがとうね、嬉しいです。ありがとうございます。心配してくれてありがとう。でも今もちょっとねそこまでね良くないんだ実を言うとそこまで万全かっていうと万全じゃないの。だからちょっと休みます。そう気持ち悪くなっちゃって途中でっていうかもう公演出る前から実は直前に本当は良くなかったんけど良くなかったんやけど本当誰にも言えんかってなんか雰囲気壊しそうって思って誰も言えんかったんやけどもう途中でちょっとおーやばいってなってそれで衣装さんとかメイクさんには言ってたんだけど周りのメンバーにはちょっと言うのやめてて、なんだろうねなんかわかんないけど気分が悪くて熱とかがないんですよ、うん、
そうだよね。アフタートーク急におらんくなったよね。何も言えないままね、途中で抜きちゃったからごめんね。本当にありがとう、今日みんな来てくれて嬉しかった。だからなんか微妙な顔してたら申し訳ないなと思って、せっかく来てくれてたのになんか顔もしかしたら死んでたかもしれない。そう、うん、ありがとうね、来てくれて。明日も公演ありますね。明日も頑張ります。まあ、でもスタジオ公演は花だれ公演よりは大丈夫、きつくないのでなんとか明日は頑張れると思います。今日はゆっくり休みます。ありがとう。薬今あるやつ飲もうかな。入れ切ってくれてありがとう。違うの、なんか本当はさ体調管理もさお仕事のうちの一つだし、やっぱり案の定なんかね、そう思われてるだろうなっていうマイナスなことを見つけちゃったし、うん、だからまあフフ私が悪いんだけど、ひげめがねさんギフトありがとうございます。というわけで15分したら今日は終わりたいと思います。待ってさ、あのさ昨日さなんかさマイナスなんかもうやまないと思うとか言ってたのにさ、もう早速マイナスなこと言ってる、やばいやばい、昨日の予言が当たってる。ちょっと愛こじのこと見てた、ありがとうございます、嬉しい。やばい、伏線回収してしまった、うん、こんばんは。お話し会へ来てください、ぜひお待ちしてます。じゃあ明日からは大丈夫そうですね。今日でチャラ、そうだね、そういうことにしとこう。うん、しっかり寝る、しっかり寝るよ。
当に大丈夫だよ。多分ね、私ね、あれなんですよね、結構年がら年中貧血なんですよね。そう、朝もすごい弱いし。どうにかしないと。どうにかしなくては。朝超苦手。13位つのさん、12位あんちゃん、11位ゆうさん、10位きよさん、9位ズーミンさん、8位ひげめがねさん、7位くじまささん、6位世紀末の人間さん、5位フラペチーノさん、4位カタカナのタカさん、3位坂道 FC さん、2位ウミガメさん、1位ガントチャートさん。
ありがとうございました。お疲れ様、ありがとう。さようなりて、さようなりて。